Webhooks Webhook Adobe Acrobat Acrobat Sign Sign は、は、のののワーークフローに追加ででできるる強力な機能の一つつす。すす。このビデオをを作成する方法をいくつか紹介しますその前に、Webhook とは何かを簡単に説明し、AdobeAcrobatSignWebUI で Webhook を作成する方法と、AdobeAcrobatSignREST APIV6Swacker で Webhook を作成する方法を紹介します。 e b h フックとは、基本的には特定の URL に送信されるポストリクエストのことで、その URL はポストリクエストのボディを受け取り、イベントが発生したときに処理するように設定されています。受信側では、ポストリクエストを受信するように設定された URL を作成します。このエンドポイントは、JSON または XML のイベントオブジェクトを受け取ります。このビデオでは JSON を使っています。 さて、API コールバックをご存知の中には、API コールバックと Webhook の違いは何なのかと疑問に思う人もいるでしょう。それでは説明します。コールバック URL では、例えば Adobe アクロバットサインがこのように言います。やあ x y z アプリ。私はあなたの電話番号を持っています。そして、コールバック URL は、しかし私の発信システムは動作していないので、 データが必要なときに毎回電話をかけてくる必要がありますと言いますこれはポーリング方式として知られています Webhook URL では例えば Adobe Acrobat Sign がや、yeah, XYZ アプリといい私はあなたの電話番号を持っており無制限の着信と発信機能も備えているのであなたは私に電話をかける必要はありません代わりにあなたへのデータがあるときにあなたに電話をかけます あなたはただじっと座っていればいいのです。これはプッシュ方式として知られています。つまり、コールバックポーリング方式で説明したように、何が起こっているのか毎回尋ねる代わりに、Webhook は特定のイベントが発生したことを通知されるために使われます。一旦 Webhook が設定され保存されると、Adobe Acrobat Sign は、 トリガーイベントが発生するたたびに、に定義され URL 新しいオブジェクトをプッシュします。イベントトリガーの条件や JSON ペイロードを変更しない限り Webhook を常に操作する必要はありませんではアクロバットサイン UI から Webhook を作成する方法を見てみましょうこれを行うには Adobe アクロバットサインアカウントの管理者またはグループ管理者である必要があります 最初に必要なものの一つは Webhook テスターです。このページにリンクがありますのでご利用ください。Webhook テスターを使えば、ポストやゲットリクエストを受信する URL を作成できます。リアルタイムでも可能です。Azure や AWS のようなお好みの Webhook サイトを使うか、このページのリンクで他のオプションをチェックしてみてください。Webhook テスターサイトでは、 ランダムな URL を生成することができます。この URL が必要なので、コピーしてこのページもブックマークしておきます。次のステップでこのページに戻りましょう。さて、URL が決まったら、JSON を入力する必要があります。この場合、JSON に追加する要素は画面に表示している Adobe Acrobat サインクライアント ID です。その方法は次の通りです。 同じページで編集をクリックします。編集ボックスが開いたら、ここにあるように JSON のボディを入力します。Adobe Acrobat Sign Web UI にログインし、アカウントタブ Webhooks と進み、プラス記号をクリックして Webhook を作成します。ここに、名前、スコープ、コピーした Webhook URL を指定します。次に、必要なイベントと通知パラメータを選択して登録します。 これでで完了です。無事登録できました Webhook をテストする準備ができましたこれを行うにはアクロバットサインから契約書を送信します流れに沿って進めるためにここではテンプレートを選択しますが他のファイルの場所から選択することもできます送信をクリックします送信されました次にブックマークした Webhook テスターに戻りましょうここで、 Webhook が動作しているのが確認できます。少し時間がかかることもあるので、気長に待ちましょう。すぐに、ポストとゲット呼び出しが表示されます。ポストイベントの詳細を見たい場合は、それをクリックしてください。そうすると、さまざまな便利な情報が表示されます。ヘッダーセクションの下に、先ほど入力したクライアント ID が表示されていることに注目してください。 なぜ3つのポストイベントがあるのか不思議に思うかもしれませんスクロールダウンするとそれぞれ異なるイベントであることがわかりますこれは契約書の作成イベントであることがわかります次に別のイベントに移動すると契約書のアクション要求イベントであることがわかりますそして最後のポストイベントには契約書メールの閲覧に関するメタデータがあります さて、すべて想定通りに動作しているようです。今後もポストイベントを取得し続けるでしょう。それでは、アクロバットサインレスト V6 スワッカーアプリケーションを使用して、Webhook を作成する方法を説明します。この場合、現在の Webhook を編集するだけです。編集をクリックし、JSON 本文を入力します。わかりやすくすくるために、 REST ス,スワッカー用のアクロバットサインクライアント ID を画面に表示しています。Webhook テスターの準備ができたので、次の手順に進みます。Adobe サインアカウントでアカウントタブを開き、Adobe サイン API セクションに進みます。REST API メソッドに関する文書をクリックして、Adobe サイン REST API V6 s w a ワッ e r をオンラインで起動します。これでスワッカードキュメントが開きます。 あとはスクロールダウンして Webhooks セクションを見つけるだけです。見つけたらそれをクリックして PostWebhooks を表示します。ここでベ e a r e r アクセストークンの生成を開始します。これを行うには OAuth アクセストークンボタンをクリックします。次に Webhook アンダースコアライトを選択肢の中から選びます。これがアカウントに必要なのでこれを選択したら Authorize をクリックします。 完璧です。これでミニマルモデルスキーマに移動すると、いくつかのコードが表示されます。これをクリックすると、パラメータ値として設定されます。Webhook の名前を設定し、残りのパラメータを設定しましょう。モデルをクリックし、Webhook インフォをクリックすると、便利なガイドが見つかります。ここでスコープのすべてのオプションを見ることができます。ここからコピーペーストするだけなので、 とても簡単ですステートについても同じことをする必要がありますそしてすべての契約書イベントを見たいのでそのオプションを見つけそれを差し込みます最後に URL を追加します URL をコピーしておいたのでそれを貼り付ければテストの準備は完了ですこれを行うには t r イ it out をクリックしますここに ID が表示されるので Webhook がが正常に登録されたことが分かります。次に Webhook テスターに移動します。ここでは g e t リクエストが投稿され、それをクリックすると詳細を見ることができます。さらにテストを進めるために、ドキュメントを送信してみましょう。私がアクロバットサインから文章を送信する様子を見て、時間を無駄にしないように画面外で行います。送信を押してから数秒後、 ポスストトリクエストが届き始めますこれらしいですね。最後にもう一つポイントがあります。私たちが作成したこれらの Webhook はアクロバットサインに戻り、アカウントタブ Webhooks から確認することもできます。ここではアクティブな Webhook がすべて表示されます。一つはアクロバットサインから。 もう一つはレストスワッカーからですね。アクロバットサインで web フックをどのように活用するか楽しみです。